皆さんこんばんばは森健一郎ですこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様はリオデジャネイロオリンピックで銅メダルを獲得されましたカヌー選手の羽田卓也さんです羽田さんは愛知県のご出身で現在29歳高校卒業後カヌーの強豪国スロバキアに単身渡り 2009年にコミニウス大学体育スポーツ学部に進学同大学の大学院を今年修了され現在はカヌー選手として活動されていらっしゃいますそして皆さんご存知の通り今年ブラジルで行われましたリオデジャネイロオリンピックでセラローム男子カナディアンシングルでカヌー競技では日本初そしてアジアとしても初の銅メダルに輝きました今日は羽田選手をお迎えして 銅メダルが決まったその瞬間の心境やカヌー競技の魅力などいろいろと伺っていこうと思いますカヌーの羽田拓也選手です本当におめでとうございましたありがとうございますてかあれでしょう日本初というかアジア初ですよね、はい、この僕の競技ではそうですねすごいですよね本当にもう今まで行けなかった<ー>ところに行ったといううん、今までなかなかというかずっとアジア人が取れなかった競技なのでその壁を破れて嬉しいです 放送見てましたら、お父さん喜んでましたよね。<laughs> はい、でも、一番泣いてたのは羽田さん本人ですよね。あれ、順位確定してからもずっとなんかもう号泣状態 <laughs> だったですよね。うーんなんか自分後で映像見て、ええ、ちょっと泣きすぎだろう。いやいやいや。まあ、でもそれだけ嬉しかったっていうか見てる側もね。すごい感動しましたけど、はい、あれどうでした？そのメタル確定した時は？ 自分のこぎが終わってゴールした時にタイムがすぐ出るんですけど、ええ、そのタイムを見た時に正直メダルも無理だなっって思ったんですね<ー>ちょっとタイムが伸びてなくて、ええ、自分がミスしていたのも分かっていたのでいけ、ええ、て5位6位じゃないかななんていうふうに思ってたんですけど、うん、まあ後続の選手があと45人いてこうバタバタっと崩れてきて、はい、であと1人崩れれば最後の1人が自分の下に行けばメダル確定っていう時には気持ち悪いぐらいこう心臓バクバクいってしまって。 まさかメダルメダルを取るつもり望んでましたけど自分がそのメダルを確定した時に今までの道のりっていうものが思い出されてですよね高校卒業してスロバキア行ってそれ以来10年ですね,ですね年,年ですねあの時ほら周りの選手も祝福してくれたじゃないですか、はいはい、あれはやっぱり仲間なんですか普段からの、はい、彼らはもう世界大会ではいつも顔を合わせる世界のトップのライバルたちです いやまあライバルなんだけどやっっっぱり羽田さんがメダル取ったた嬉しかった彼らがあそこまで祝福してくれたのは、うん、その彼らも僕がずっと海外で10年間トレーニングしてること知ってますしそのアジア人日本人がこの競技でメダルを取ることの価値を彼らが多分一番知ってくれてたと思うので、うん、そういうこともあってああいうふうにこう祝福してくれたと思います、うん、本当我々としても今回のオリンピックで一番ね印象に残った競技の一つだったなと思うんですけれども。 大変でした日本に帰ってきたと大変というか世界が変わっちゃいましたね日本という国がど,どんな感じだったあのほら行かれる前もねマツコ・デラックスさんになんかいろいろいじられたりはされてたじゃないですかその時すでに話題にはなってたと思うんですけど、はい、どんな変化だったですか マツコさんの番組でオリンピックの前いじっていただいた時はま全然だったんです知り合いうちで少し話題になるぐらいだったんですけど、ええ、オリンピックのメダル取ってからは日本という国が自分にとって違う国になっちゃいましたね。<laughs> ええどういうい国になったんですか 以前まではカヌー競技がオリンピックの種目っていうことすら知らない方ばかりでしたので、はいはい、そのカヌー競技のことを知っていただきましたしまたその上に自分のことも日本で知っていただいたのでもう変わっちゃいましたね世界が今はまあいない競技って言い方もされることありますけど、はい、あんまり知られてない競技が知られるきっかけになったっていう意味においてはね嬉しいです本当にしかも4年後へのちょっと期待も、はい、お父さんがおっしゃってましたもんね 次は真ん中とか <laughs> 言ってましたよね確かねまあ自分としても今回銅メダル取ることができたので次のオリンピックでは同じ銅メダルっていうつもりはなくてまあそれ以上の順位をと僕も思ってます。あれですよね花田選手はあのオリンピックの今回が3回目ですけど、はい、着実に順位上げてきてきらっしゃいますもんね自分でもちょっと怖いぐらいこう右肩上がりではこれていますね今のところそ。そのグラフ伸ばすと次はそうなれるように頑張ります。<laughs> とは言いながらあの私拝見してたんですけど大変な競技ですねねあれね、はい、本当に急流であそこを漕いでいくって <laughs> ちょっと素人にはなんか無理な感じするんですけどどういうい感じなんですか実際やってると,とにかく激流の中を下っていくので、ええ、その激流を操る難しさっていうのは一般の方じゃちょっと想像がつきにくいかもしれないですね。<laughs> 平行感覚体幹のその力、はい、それから腕反射神経、はい、総合的なものだと思うんですけどどのあたりが一番難しい、はい、うんまあ体力的な部分で難しいところもありますし、ええ、バランスを取るっていうのも難しいんですけど、はい、一番はその流れを見る力その流れをつかむ力ですねそうか水生き物ですもんね、はい、いかに水の流れに反応して適切な処理を下していくかが一番の肝ですね それはもうだから0.1秒とかもそれぐらいの単位でもっと短いのかもしれないですけど、はいはい、それはパドルで捉えるんですかパドルでも捉えますしカヌの傾けだったりだとか重心移動も全てですねうわ使えるもの全てを使ってじゃあ単に腕力があるとかいうだけじゃなくて本当に反射神経とか考える力とか推理力とかはいそうですとにかく体を動かせばいいというものではないのでうん、うん、常に適切な判断をして冷静な処理、うん、またゲートに対しての集中力っていうものが一番大切ですね そもそもなんですけどスラローム男子カナディアンシングルこれはあの改めてどういう競技なんですかまずカヌー競技にも二つあって、はい、スラロームとスプリントって言って、はい、スラロームは激流の中で行われるんですけどスプリントは全く流れのないところで一直線を競う競技なんです僕がやってるのはスラロームの中のカナディアンシングルっていう種目なんですけど、ええ そのカナディアンっていうのは片っぽこぎですね。溝をかくパドドルのブレードが片っぽしかないんでカヤックっていうのは両方こぎ両方でこげるんですけどそれでまた座り方も違っていて、うん、カナディアンの場合は正座してえっ正座してるんだ、はい、船の中で正座してこれ、うん、変な話あのカヌーやってる人に聞くとチンするっていうかあのひっくり返って。はいはい 逆さまになっちゃったりとかするって言うんですけど、はい、そういうこともあるんですかしょっちゅうありますえ、競技中にもありますはい練習中にも何回もチンしますし大会中でもチンしたこともありますえ、そういう時はもうこうやってくるっとはい、起き上がる練習をしているのではい、すぐ起き上がってまた競技続行ですじゃあチンは、はい、もう当たり前というかチンをしないようには気をつけてるんですけど、ええ、どうしてもあれほどの激流ですので、ええ、その自分の判断ミスがあるとチンをしてしまう場合がありますねこのカヌー競技用のカヌーはちょっと違うんですか 全く違いますね。全く違う。はい。多分皆さんが想像しているより軽くて、はい。細くて、はい。もっとコンパクトだと思います。軽いんですか。はい。重量で言うと8キロしかないです、ね。ええー？嘘。8キロ。女性でも全然子供でも持てるぐらい。8キロ。ええー、僕のリュックより軽いです。え、そんな軽いんですか。<laughs> はい、軽いです。え、何でできてるんですか。カーボンでできてます。なので結構簡単に壊れちゃうんですよね。<あ>壊れるんですか。はい。 岩にぶつかったりしてですかはい、すぐ簡単に割れちゃったり大体どれぐらいで交換するんですか、えっと、使おうと思えば10年でも15年でも使えるんですけど、はい、その我々トップだと1年に1回はもう変えてしまいますねあのパドルの方はどうなんですかパドルもカーボンでできていて、ええ、あれは本当に軽いですねもう何キロもないぐらいだと思いますあの水をねこうやってしっかり捉えるから頑丈なんでしょうけど、はい、軽いんですね軽いですね これ全くの素人が競技用のカヌーに乗ったらどうなります、はい、人によりますね <laughs> もう座ってられないすぐチンしてしまう人もいれば、はい、割と平気ですぐこぎ出せれるような人もいますねただ乗ってるだけだと安定しないんですか左右が乗ってられない人の方が多い気がしますえイメージとしてはじゃああの自転車に近いんですか補助輪がない自転車みたいなそんな感じだと思いますじゃあバランス取れない人は本当にこ、はい、でんとにいっちゃいますねっ、ねはい、ってだってだ 逆さまになっちゃうんですもんね。ざぶん。えー、それ、塩とかチンしちゃったら、どうなっちゃうんですか。えー、こんなこと言うと、あの、かなすごい怖い競技だと思われるかもしれないんですけど。ああまあ、チンしたら、そう簡単に抜けれるようになってるので。あ、焦らなくても。はい、ちょっとメイクが落ちるぐらいで。<laughs> 面白い。あの、羽田選手、今、あの、目の前にいらっしゃるんですけど。ムキムキ。<laughs> <laughs> すごいですね。胸のあたりとか。最近よく触られます。<laughs> <laughs> あと、やっぱり日焼けしてますね。 1>, 1年中やはり太陽の下を求めてカヌーを漕いでるので日焼けを1年中してますね、ええ、あの普段のトレーニングはどんなことをされるんですかシーズン中はカヌーがメインになるのでだいたい朝1時間半2時間でまた午後1時間半2時間こいで,で1日の終わりに陸上トレーニングしたりしますね1時間半2時間っていうとそれだけで34時間じゃないですか、はい、あの激しい運動を34時間やるですか、ね、かなりお腹いっぱいになりますえその上にまだ 陸上トレーニングでする。前にするわけではないんですけど、ええ、やはりカヌーばっかりしてしまうと筋肉が偏ってしまうので、あ<ー>その補強という意味も込めて。みんながこんなのはやってないだろうっていうのはトレーニングとかもあるんですか。冬場になるとカヌーは全く乗らなくなるんですね。ええ、陸上トレーニングが主になるので、僕が取り入れてるのは機械体操だとか、え？クロスカントリースキーとか。クロスカントリースキーもやるんですか。はい。ヨーロッパでは誰もが取り組んでいるトレーニングの一つですね。 持久力を冬場培わなければいけないので、はい、クロスカントリースキーっていうのは上半身も使う全身運動の本当に持久力にもってこいのトレーニングです。えってことはオフフはない感じでですすねね今がオフです、ね、そのオリンピック後っていうこともあるんですけどやはりシーズン終わってから1ヶ月2ヶ月ぐらいは大きく休みを取って次のシーズンに向けて体のケアをしますして冬になるとまたそういうトレーニングを始めると。 練習場所がなかなかないようなイメージもあるんですけど、うん、なかなか日本では練習場所なくはないんですけど<え>カヌスラロームの競技は人工のコースで行われるんですね、はい、天然の渓流ではなくてオリンピックだとかそういうトップレベルの競技会は人工のコースで行われるのでそういった人工のコースが日本には今ない状況ですねあの羽田さんの、ね、今回の活躍見てね子供たちがじゃあ僕もやりたいっていう時どうすればいいんですか カヌーを体験できるところは日本中至るところにあるので、はい、まずそこで体験していただいて、うん、でカヌースラロームの競技の方に興味持っていただけるた場合は僕に連絡してください。<laughs> えいいんですか僕に連絡 <laughs> じゃあ全国でこの皆さん <laughs>、ね、もしカヌースラロームね興味がある方は羽田選手にご連絡ください。待ってます。はい、ありがとうございます。あのー、羽田さんの相性羽田くっていうのはこれいつぐらいなんですか。<laughs> えっとそれもマツコさんの番組でマツコさんの命名はい番組の中で羽田区って言っていただいてそれからいろんなところで言っていただいてますこれはもう定着しました羽田区定着しつつあるのかな <laughs> <laughs> その羽田区さんにね今日はいらしていただいてるんですけども このカヌー日本だとどこに行けば生のカヌー競技って見れるんですかね、まあ、日本中至る所で大会は開催されてるんですけど、はい、一番大きな大会だと富山県で行われる全日本選手権がありましてはい、はい、で僕が唯一参加する国内大会がそこですね見応えはあると思いますなるほどねあのその競技やる水面以外にも練習用の水面とかもあるんですか 練習用の進みはないですねでもそこでも、はい、そこで実際に本番は例えばスラロームとかだと何回ぐらい練習できるんですかそのコースでコース自体ではその本番前に2週間前に入って練習はできるんですけど、ええ、その本番ではゲートセットそのゲートが設置されるんですけど、はい、その本番用のゲートセットは前日に発表されてそれではもうぶっつけ本番です<え> <laughs> 本当ですか、はい、すごい 適応力ですね発表されて前日にもう完全にイメージを作っておいてぶっつけ本番なんですけどそのイメージ通りにいくことがほとんどないのでその場その場でどれだけ正しい判断を下してゴールまで競えるかそこが一番難しいところでもありカヌスラロームの魅力でもありますねあそうなんだじゃあね本当に有力選手でもゲート通過失敗しちゃったりとかいうこともありうる正中です、はい 大ど,ね、大どんでん返しが起こることもしょっちゅうですねそのゲート判断を見余ればじゃあ羽田さんも分かんないですよねそ、まあ、今みたいに逆に言うと追われる立場になったけど、うん、そういう保証は全然ないですよねすごい競技ですね、はい、すごい感動しましたまさかあれがぶつけ本番で最初だとは思わなかった <laughs> ああよく驚かれるんですけどぶつけ本番なんですあれまあそんな羽田たくこと羽田選手なんですけども4年後 注目はい。オリンピックの前にもちろん世界大会などもあるわけですよね。はい、直近の大きな大会っていうと。 来年の4月にその全日本選手権があってそこから徐々にこう世界大会が始まって9月に一番大きいい世界選手権というものがあります当然もう日本のメディアも注目していくわけじゃないですか、はい、どういう今思いい思でまあ4年に向けて世界大会でコンスタントに成績残すことがこうより注目度を高めることにつながると思うのでできるだけ多くの表彰台に乗れるように頑張りたいと思います。今競技者としての課題 は自分ではどういう手にあると考えてらっしゃるんですか。まあいろいろあるんですけど、やはり欧米選手に比べて少しフィジカルが弱くて、うんうん、そこを技術で補って戦っているという部分なので、はい、まずそういうハンデとなる部分を一つ一つこうつしていって、<う>4年後にはこう胸張って戦えるように頑張りたいと思います。フィジカルってのはつまり筋力とかそういう部分ということ。基礎体力とかですね。なんですね。はい 欧米選手はカヌーやってる方ってどういうなんか特徴があるっていうかどういう人たちなんですか例えばオフの時ってどんなことをしてるというかみんなやはりこうみんなすごく追い込んで1週間追えるので、ええ、僕も含めてですけど、はい、家でゆっくりすることが多いですね。あもともと、はい、でも皆さんあれですかねカヌーに入っていく理由はやっぱり好きというか。うん ヨーロッパでは至る所にコースがあったりして、はいはい、そクラブチームもたくさんありますので<ー>日本で少年野球を始めるような同じような感覚だと思いますあそ,それぐらいヨーロッパでは身近ですね感じが。クラブチームっていうのは要するにプロってことですかはいそうですね。はい へえじゃあ普段はそのクラブチームでみんなで競って練習してて、はい、そこらへの環境が全然日本とまあ、ねうん、全然違います違うんですね逆にじゃあ日本で今カヌー競技やってらっしゃる選手ってどうやって強化してるんですかもう個人一人一人は頑張ってますね働いてやってる選手もいればスポンサーを探したりだとか、はい、県に所属したりだとか様々ですねじゃあもうカヌーの競技やってる方々も羽田さんのこの快挙って本当に我がことのように喜んでる うん、喜んでいただければいいなと思ってます <laughs> そういう意味においては東京大会ちょうどよかったですね日本のカヌーが注目されて今回すごくいいきっかけが作れたなと思っています今回をきっかけにカヌー競技も認知すごく高まったと思うので、ええ、4年後に向けて、まあ、普及発展していければなと思ってます頑張ってくださいね東京もでも東京のプレッシャーはもうすごいことになりそうですもんね <laughs> 今から言ってもしょうがないですけど、はい 東京のプレッシャーもそうなんですけど<え>今まで注目されない中で、はい、もしかしたら注目されないような成績残したまま自分の競技生活終わっちゃうんじゃないかなっていう不安がずっとあったので、うん、リオもリオでプレッシャーはあったんですけど、はいでまあ、今回銅メダル獲得することができて少し肩の荷が降りたというかあじゃあ楽しんでできるところもある、うん、東京オリンピックはこう純粋に挑戦という気持ち。 でめればいいなと思ってます意外とそういう時にねいい成績になったりしますもんね。どううでしょう <laughs> <laughs> いやーもうね羽田選手にはもうちょっと2020の金メダルを目指してあの番組としてもねこれからも全力で応援していきますのでありがとうございます。はい、ということで、えっと、また来週ねいろいろお話伺いたいと思います。来週はあのスロバキアのねあの練習環境のことなどいろいろお聞かせください。はい、ドリーームハート 今夜はリオデジャネイロオリンピックで銅メダルを獲得されました。カヌー選手の羽田卓也さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。